ちょっとごめんなさい。そうやって看板見て、これを撮りたいの。はい、ごめんなさい。議員会館前行動をただいまより始めます。主催者挨拶の球場を壊すな実行委員会の高田健さんからお願いいたします。皆さんこんばんは。コロナ禍の中、そして寒い中、たくさんの市民の皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。この19日行動、これ今日で63回目になります。2015年の9月15日から私たちは強行採決された戦争法を絶対許さない、この法律の廃止、悪法の廃止を目指すんだということで、あれからずっと国会内の立憲野党の皆さんと、そして全国各地の皆さんと一緒に署名をやったり、街頭宣伝をやったり、あるいはスタンディングをやったり、デモや集会をやったり、ずっとこの法案の、法律の廃止を目指して戦ってきました。国会には廃止法も提出してきました。しかしながら自民党公明党政権はこれに見向きもせず、依然としてこの法律は今存在しています。これをどうしても私たちは廃止をしたい、そういうことで今日も集まっていると思います。この戦争法の廃止という課題は決して容易なものではありません。しかしながら今年は特別の戦いが私たちに待っていると思います。衆議院総選挙があります。この総選挙でこの戦争法を維持し続ける自公政権を倒して、新しい野党の政権によって戦争法を廃止する、立憲野党と私たちの間には戦争法廃止という共通の約束があり、この間こうした戦いをやってきています。どうか皆さん、なかなか厳しい戦いではありますけれども、この長かったトンネル、ようやく向こうに明かりが見えてきたじゃないですか。今度の総選挙で自公政権を倒して戦争法を必ず廃止するために戦いたいと思います。コロナ禍が厳しい状態にあります。菅政権は1月の7日このコロナ禍に対して緊急事態宣言を出して、この1ヶ月のうちに事態を好転させると約束をしました。しかし1ヶ月経っても事態は本当の意味で好転はしなかった。そこで菅政権はもう1ヶ月この緊急事態宣言を延長すると言って、今その最中であります。そして1ヶ月で好転させなかったのは自分の責任であると菅首相は言いました。責任であると言われても私たちには何ともしようがありません。責任だと口で言うのは簡単ですけれども、菅首相はこの緊急事態宣言で1ヶ月で事態を好転できなかった約束をどう責任を本当の意味で取るのか、彼の政策上の無能、この責任を取るならこれは退陣がないと思います。今私たちは非常に厳しい状態に置かれています。政府は人々に対して不要の外出の自粛をしろと一方的にそういうことを言い過ぎているだけです。私たちはこれに疑問したてをしたいと思います。こうした問題の最中にあのオリンピック組織委員長の森発言が飛び出しました。女性を差別し恥ずかしめる、こうした森元首相の発言、私たちは絶対に許すことができません。
この発言は単に森喜朗個人の問題ではなくて、日本社会に根深く存在する差別の構造、そこから彼の発言は商談の一角に過ぎないと思います。私たちはこの問題を単に森から橋本に配置を変えたということで絶対に解決はしないんだと。なぜこの問題をもっと深刻に議論をしないのか。オリンピックを一刻も早く成功させる体制を作るために橋本聖子会長に据える、こんなやり方でこの差別の問題が解決するわけではありません。世界でジェンダー指数153カ国のうち121番目という極めて不名誉なこの日本の実態が、この森首相の発言も表しているんだと思います。私たちは声を上げ、異議申し立てをして戦うこと以外にこの差別構造をなくすことはできないと思います。オリンピックは、福島の原発はアンダーコントロールだと言い、そして今度はコロナに打ち勝ってオリンピックを開催すると菅さんは言う。しかしそうしたことでこのオリンピック、多くの人が、6割も7割もの人がやめた方がいい、あるいは延期した方がいいと言ってるこの中に、しゃにむに橋本聖子さんを会長に据えることによってオリンピック開催の強行突破をしようとしている。私たちはこれにも異議申し立てをしたい。オリンピックに使う資金があるなら、そしてオリンピックのために使ったさまざまな施設を今直ちに苦しんでいるコロナ対策に回せばいい。そうすること以外にこの危機を克服する道はないと思います。オリンピックに対して多くの人々が異議申し立てをしていることに、政府はこれに耳を傾けるべきです。オリンピックの強行に反対をしたいと思います。そしてもう一つ言いたいことがあります。安倍晋三が退陣するときに言った、あの敵基地攻撃能力の保有の問題です。一部マスコミによると、これが延期されたかのような、先延ばしされたかのような報道もありますけれども、実態はそんなものではありません。今度の21年予算の中にも明らかに敵基地攻撃能力保有のためのスタンドオフミサイルなどのさまざまな軍事予算が組み込まれている。菅政権はこの敵基地攻撃能力を保有するという政策を維持し、憲法に違反して、そしてアジア諸国に対して敵対をしようとしています。私たちは菅政権のこうした政策に反対をし、今日改めてこの19日報道を通じて、私たちの戦争法に反対し、そしてこのコロナの問題を本当に民衆の立場に立って解決する、そうした政策を要求したいと思います。今日様々な各界の人々からも発言があります。これらの発言を共有して、私たちの共同の意思を形成したいと思います。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高田さん、ありがとうございました。それでは各党のにご挨拶をいただきます。本日の19日行動に駆けつけていただいた国会議員の皆さんにご挨拶をいただきます。到着順にご紹介いたします。立憲民主党、吉田忠智参議院議員、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。立憲民主党参議院議員、そして立憲民主党では枝野代表指名の常任幹事、選挙対策委員長代理をお世話しております、参議院議員の吉田忠智でございます。今日は岡山4区選出の柚木道義衆議院議員も一緒に参加をしておりますので、紹介をさせていただきます。今年から私は立憲民主党参議院議員として活動することになりました。まさかこんなに早く皆さん方の前で挨拶をすることになろうとは思いませんでした。皆さん方と
憲法についても原発についても基地の問題でも人権の問題でも寸分たがわぬ私が立憲民主党を代表して挨拶をするということはある意味では意義のあることではないかとそのように思っております。心を込めて挨拶をさせていただきます。今日は先ほど高田さんからお話がございましたように2015年の9月19日戦争法安保関連法が強行されたのをきっかけにして毎月19日に戦争法の廃止を求めて粘り強く行動を続けてこられました。皆様方に心から敬意を表します。ご案内の通り全国25の裁判闘争が安保関連法違憲闘争が戦われております。そして毎月19日の日に廃止行動廃止に訴える行動をする。そして私たち国会議員は国会において都の安保関連法の問題また憲法9条を生かし守る問題などをしっかり取り上げていく三位一体の戦いが重要であります。大変困難な戦いでありますが改めて今日の19日の日に戦争法安保関連法の廃止に向けてまた頑張ろうじゃありませんか皆さん。今国会では予算委員会の審議が行われております。森友かけ桜を見る会また河合夫妻の問題など全く未解決のままでありますけれどもこの予算委員会では17日からワクチンの接種が始まりました。新型コロナウイルス対策これに全力を挙げなければならない。菅政権はとにかくトゥーリートすべて遅い不十分そうした中でそうした課題をしっかり取り上げていかなければならない、なりませんけれどもまたもろ新たな課題が出てきました。森前組織委員会会長の女性蔑視発言あってはならないことであります。これはもともと森さんは失言癖のある方でありますがこれは失言でも何でもありません。本人が身にしめて思い込んでいることであります。改めてジェンダー指数121番の世界で121番の日本社会のありようが問われている。今回のことをきっかけにして森会長自身の問題だけじゃありません。いくら橋本聖子さんが新会長になったとしてもこのことをきっかけにしてまさにオリンピック・パラリンピックの精神であります多様性と調和これをしっかり重視をするそういったことに転換をしていく日本社会を変えていくそういうきっかけに皆さんしようじゃありませんか。そしてまた出てきた問題が総務省幹部の接待問題疑惑じゃありません。本人が認めているんですから衛星放送の更新の許認可これを勝ち取るために菅総理の息子さんが務める東北新社が票を接待をしたこれは単なる国家公務員倫理法違反の問題じゃありませんよ。買収の問題でもあります。警察が動かなきゃいけない。そうだ。総務省はしっかり調査をして厳正な処分をすると言っております。それだけで済ませるわけにはいかない。確かに菅総理自身の法的責任は問えないかも分かりません。問えないでしょう。息子さんとは別人格などと言っています。だけれどこの間の官房長官の時から彼があるいは総務大臣の時から人事権を乱用してきたそれが総務省の官僚こういう中にあっても飲食に付き合わなければならないもちろん許されることではありませんが菅総理自身の責任も政治的な責任はしっかり問わなければならない。そうだ。早くこういうことを気をつけなければコロナ対策やあるいはコロナによって影響を受けている個人の方や
事業主の皆さん、そうした課題、そうした皆さんにしっかり必要な支援をして、そうした議論もしなきゃいけないんです。そうだ。ぜひこの総務省の問題、早期に決着をつけるように強く強く求めていきたいと思います。そしてその横断幕にもありますけれども、最近出てきている大きな問題、それは辺野古新基地建設の土砂投入問題であります。こともあろうに多くの遺骨が埋められているあの沖縄本島南部の土を、それを使って埋めようということが検討されています。何でもない。立憲民主党の白新君参議院議員や共産党の赤嶺政権さんも国会で取り上げました。とんでもない話であります。そうだ。遺骨の収集、まだまだ沖縄では十分進んでおりません。それをしっかりやって、もちろんそれ以前にこの辺野古の新基地建設は断じて許すわけにはいかない。そうした声をしっかり一緒に上げようではありませんか。そして改憲手続き法といわれる国民投票法の改正、先の臨時国会で福山幹事長は何らかの結論だと言いましたけれども、採決を認めたわけではありません。多くの課題があります。 CM 規制の問題、最低投票率の問題、20項目も参議院の委員会で付帯決議をされています。そうした課題を置き去りにするわけにはいかない。あらゆる手立てを講じて、改憲国民投票の前提となる国民投票、この改定は阻止をしていこうじゃありませんか。皆さん、この安倍・麻生政権といわれる菅政権、打倒しなければいけません。そのために10月21日が任期満了、いつ解散があるか分かりません。解散総選挙において野党をしっかり協力をして、参議院以上に衆議院選挙は難しいです。政権選択選挙ですから。しかしそれらをお互いの立場も理解し合いながら、野党共闘289の選挙区、これをしっかり積み上げをして戦っていく。立憲民主党としても、私も選挙対策委員長代理ですから、しっかり努力をしていきたいと思います。その前に 4.25 北海道2区の補欠選挙、そして私たちの同志でありました畑雄一郎さんが亡くなって、弟さんが長野選挙区で、参議院の選挙区で補欠選挙に出ます。そこから河合さんの参議院の広島選挙区の再選挙、この3つの選挙区も野党をしっかり協力して勝ち上がっていきたいと思います。皆さん方のどうか、この補欠選挙、再選挙、衆議院選挙における特段の皆様方のご尽力も重ねてお願い申し上げまして、 9.19、 2.19、 今日のこの日をまさに憲法を生かし守る、その起点となる日にまずように全力で国会においても取り組んでいく決意を申し上げまして、連帯のご挨拶に入っていただきます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。吉田議員ありがとうございました。立憲民主党からは柚木光義衆議院議員が一緒に参加されていることをご紹介いたします。続きまして、社会民主党の福島瑞穂参議院議員にお願いします。どうも皆さん、こんばんは。どうも。行動に参加されたお一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。社民党参議院議員党首、福島瑞穂です。皆さん、まず冒頭、森前会長のあまりにひどい差別発言、社民党として強く抗議をしたいと思います。女性が会議に入れば長くなる、そして女性の数を増やすのであれば時間の制限を考えなければならないという人がいる。これは何でしょうか。女は黙れということじゃないですか。女は配慮してわきまえて黙れということじゃないですか。
まさにこの社会にあるミソジニー、女性嫌悪、女性差別こそ私たちは変えていきたいと思っております。皆さんどうでしょうか。そしてたくさんの人が声を上げて、若い人たちも署名を集めて、森前会長辞任をいたしました。その後に名前が挙がった川口さんも、いろんな人の声が上がり、彼も引き受けませんでした。橋本聖子さんが会長に就任しました。でもどうでしょうか。私は男性であれ女性であれ、セクシャルハラスメントは許してはならないと思いますが、皆さんどうでしょうか。どうだ。ダメですよ、ダメですよ。権力使ってセクシャルハラスメントすることは許されません。私は橋本聖子さんも会長にふさわしくないと思いますが、皆さんどうでしょうか。女性だったらいいというわけではないと思います。私たちはこんなまさにたらい回しで、まさにオリンピック強行するためにこういうふうにやっていくことそのものにも抗議をしたいと思います。そして2つ目、コロナのことです。菅政権あまりに後出し、あまりに後手後手、小規模、あまりに少ない、こんなコロナ対策です。一つだけ申し上げます。直接労働者が請求できる休業支援金給付金、大企業の労働者請求できませんでした。でも雇用調整助成金も大企業でもやってくれない、残された問題でした。社民党は野党はこのことについて声を上げ、認めるというふうになりました。しかし菅政権、その大企業で働くシフト制で働く人たち、去年の4月から6月まで、そして1月8日以降なんですよ。なんで中小企業で働く人たちと差異を設けるんでしょうか。あまりに変ですよ、あまりに後手後手、あまりに小規模、あまりにケチくさい、こんなのおかしい、こんな人の命と暮らしを守らない、そして野党が言えばちょっと譲歩する、野党が言えば採用する、締め切りをちび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 伸ばしていく、こんな内閣、国民の命と暮らしを守っているとは言えないと思いますが、皆さんどうでしょうか。こんな内閣退陣をさせたい、そう思います。皆さん今国会にデジタル関連法案6法案束ね法案で出ております。国民監視法案ではないでしょうか。皆さん国政府の中の役所の情報の管理のルール化の共通化、そして自治体とも共通ルール化をいたします。その気になれば一元化できる、そのための仕組みにだんだんなりつつあると私は思っています。そして32の国家資格、医師、看護師、助産師さん、その人たち、税理士さん、32の国家資格の皆さん、このマイナンバーで管理をします。この管理から逃れられないんですよ。亡くなったり、あるいは住所変更すれば戸籍と住民票で連動していくと説明を受けました。どうですか。どんどん管理が進んでいく、税、社会保障、災害等の場合に関係してこの30の2の資格を選んだと言います。でもこの32の資格増える可能性があります。税、社会保障、災害、でも有事や戦争の時にもこのマイナンバー使おうとしてるんじゃないかとすら私福島みずほは思います。皆さん内閣情報調査室毎年募集をしております。その募集の要項、いつも私は驚きます。何と書いてあるか、総理の目となり耳となるって書いてあるんです。総理の目となり耳となる、おかしいじゃないですか。総理の目となり耳となっちゃダメですよ。国民のために社会のために働くべきではないでしょうか。情報の私物化をしようとしてきた安倍内閣、菅内閣、この内閣がデジタル庁法関連法案を作ろうとしている、これは危ない、怖い、私はそう思います。 NHK の看板のキャスターの人たちが降板するというニュースにも私は驚愕をしています。おかしいですよ。なんで降板なんですか。
権力をチェックする、それは野党もメディアもやるべきことではないでしょうか。自分たちに気に入らない、あるいはちょっと質問する、自分の都合のいい質問しか許さないんですか。おかしいじゃないですか。だからメディアに対するコントロール、これを許してはなりません。総務省の役人と菅さんの息子さんの会食、私はこれはメディアに対するコントロールの一環だと思います。どうですか。こんなメディアへのコントロール許してはなりません。菅さん退陣すべきではないでしょうか。こんな菅内閣、メディアや国民をコントロールしようとする菅内閣を国民は許さない。学術会議の問題も終わってません。ちゃんと採用すべきです。だから私たち国民の皆さんたちと力を合わせ政治を変える、そのことを誓いたいと思います。社民党は新しくポスター作りました。ちょっと宣伝、弱音を吐ける社会へ、それから答えは現場にある。皆さんどうですか。弱音吐いていいじゃないですか。そして答えは現場にある。あなたの弱音が政治の課題、そう思います。新しい政治を作りたい。どうか衆議院選挙、野党共闘で頑張ります。社民党も頑張ります。どうか政治を変えていきましょう。よろしくお願いいたします。福島議員ありがとうございました。続きまして日本共産党の井上聡参議院議員にお願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院の国会対策委員長の井上聡です。コロナ危機から国民の皆さんの命と暮らしと生業をどう守るか、これが問われているこの国会で、まあ、よくもまあこれだけ出てくるもんだと、次から次へとひどい不祥事が起きてます。森五輪組織委員会会長のあのひどい女性差別発言、許すことできません。そして菅総理の長男による総務省の幹部の接待問題、今日総務省幹部が更迭ということが決まりました。2人、しかしこれで問題は何ら解決をしておりません。あの宴会で接待で放送事業に関わるそういう話題はなかったと言ってました。武田総務大臣は総務行政が歪められたことは全くないと断言いたしました。ところが週刊誌がその会話の音源を出したら、結局そういう話題があったということを認めました。まさに行政がこういう形で歪められている、徹底追及をすることが必要です。菅総理は長男は別人格だと言いました。だけど菅さんが総務大臣の時の秘書官ですよ。現職総理の長男ですよ。総務省の幹部たちが普通はやらないような接待に応じた、まさに忖度漏れかけと同じことが今起きてるじゃありませんか。まさにモラルハザードがこの政権の本当に隅々まで浸透していることを私は憂えざるを得ないんです。皆さんこれだけじゃありません。あの元農水大臣の卵問題、それから与党の議員による国民には自粛呼びかけながら銀座で深夜まで飲食をしていた、最初は自分一人だったと、陳情を受けてましたと大嘘をついたあの人は元国家公安委員長ですよ。そしてあの河合夫妻、河合兄さんは当選無効となりました。夫の勝幸氏は今公判中であります。1億5000万円も自民党からもらって買収を行っていた、この人は皆さん元法務大臣ですよ。国家公安委員長、元法務大臣がこんな手たらく、まさに法治主義の
崩壊と言わなければなりません。日本の民主主義の危機だと言わなければなりません。なんでこんなことになったのか。本来憲法に縛られるその内閣が、その総理が自ら勝手に憲法解釈を変えて、あの安保法制を強行した究極のモラルハザードをやったことが、今のこういう事態を皆さん突き出してるんではないでしょうか。憲法よりも自分を上に置く。国会なんか何つくらい、118回も嘘ついたんでしょ。そして国会答弁した法案の法律解釈を勝手に変えて、あの学術会議の任命拒否やったじゃありませんか。こんなことを許すわけにいきませんし、こんな内閣が憲法に手つけるなんて、そのために憲法審査会を動かすなんて、絶対に許すことはできません。皆さん、この国に法治主義を、立憲主義を取り戻すためにも、あの安保法制を廃止すること、何としてもやろうではありませんか。皆さん、こうやって憲法さえも踏みに入った、今のまさに自民党、この政権がこれまでの自民党とは全く違うものだという、そういう事態になっております。今ここに戦没者の遺骨を含まれている土砂を辺野古に埋めるな、宗教者の皆さんが横断幕を持って立っておられます。先ほどご紹介あったように、沖縄の赤嶺さんが先日も追及いたしました。皆さん、あの沖縄戦の本当に悲惨な戦闘が起きたあの場所に埋まっている遺骨は茶色いんです。白じゃないんです。ですから土砂と区別ができません。総理は考慮するなんて言ってますけど、できっこないんですよ。私も宗教者の皆さんの集会に出て遺骨収集の方のお話聞きました。当初ガマに行ったら下半身の骨しかなかったっていうんですね。そういう遺体がたくさんあった、なぜか分からなかったと。最初はよく見たらガマの天井に金馬が刺さってたっていうんです。周り見たら頭蓋骨の遺骨があったっていうんです。みんな座ってお腹のとこに手榴弾持って自決をした、上半身が全部ぶっ飛んでるんですよ。そういうことが起きたあの場所の遺骨となる土砂を、こともあろうに米軍の基地を継ぐために埋める、まさに戦没者死者への冒涜じゃありませんか。歴代の自民党政権だって決してやらなかったことをやろうとしている。もうこんな政権を続けさせるわけにはいきません。コロナ対策、ごてごて、無意無策、小出し、逆行、結局その根っこには、まずは自分でやってみよう、自助共助、自己責任の押し付けがあるんです。私たち野党はそれに対して積極的な提案をやって、まあ、よく野党は足引っ張ると言いますけど、そうじゃない、政権のお尻を叩いて、家賃補助であるとか持続化給付金とか一つ一つやらせてきました。だけど皆さん、根っこに自己責任があるから、野党や国民の声聞いてやっても中身不十分なんですね。先ほどもありました休業支援金、やっと大企業の非正規労働者にも対象になると思ったら、本当にごくわずかな期間しかやろうとしないんですね。6割しかやろうとしないんですよ。結局こうなっちゃうんです。やっぱり政権そのものを変える以外に皆さんありません。そのためにも私たちは市民と野党の共同、この場所で毎月19日ずっと積み上げてきたこの行動、全国で津々浦々から津々浦から広げて、必ず秋までに行われる総選挙で菅政権を倒して、市民と野党の共同、オール野党の新しい政権へと変えようじゃありませんか。
全力で頑張ることをお誓いをしてご挨拶します。頑張りましょう。井上議員ありがとうございました。市民からの発言の前に看破のお願いをいたします。スタッフが袋を持って回りますのでご協力をお願いいたします。コロナ禍でお財布の中身も厳しいと思いますが、はい、熱い思いを看破に託していただければありがたく存じます。行動を継続するためにもぜひよろしくお願いいたします。続いて市民からの発言です。共謀罪の実行委員会の宮崎さんです。よろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様です。共謀罪の実行委員会の宮崎です。私たちは2月9日に、閣議決定され、そして国会に提出されたデジタル改革関連法案、これに対して反対の取り組みを現在行っております。社民党の福島さんから内容についてはだいぶありましたので、その点については割愛します。基本的にまだまだ知られてないですが、このデジタル改革関連法案、超監視社会、これを作ることが目的です。絶対にこんな法律を通してはいけない。そしてデジタル庁なんていう権限の強い官庁、私たちにはいりません。まず冒頭このことを申し上げたい。そして2月の17日、衆議院の予算委員会において立憲民主の長妻議員は、今から4年前2017年から18年に発覚した、マイナンバーの違法採択問題、これについて日本年金機構が違法採択したデータにマイナンバーが含まれていた、このメールが当時2017年の12月31日に日本年金機構に届いていたんですね。でこれに基づいて調査をした結果、実際にマイナンバーが含まれていなかったという、そういう結論を下しています。ところがこのメール、ちょっと簡単に読みます。平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族申告書の大量の個人情報が中国のネットで入力されています。普通の市民が誰でも自由に見られています。1画面に受給者氏名、生年月日、電話番号、マイナンバー、配偶者氏名、個人番号、配偶者の年間所得の見積もりと情報が自由に見られます。誰が担当しているのか分かりませんが、国民の大事な個人情報を流出し自由に見られても良いものでしょうか。これが日本年金機構に寄せられたメールの内容です。立憲民主の長妻議員はこのメールを暴露し、そして当時マイナンバーが500万人分も漏洩していた、このことについて政府を追及しています。私たちはマイナンバーがこうした形、500万人分ものマイナンバーの情報が漏洩している、このことが実際に事実なのかどうか、ぜひまずは国会でこの検証をやっていただきたい。このことはマイナンバー制度の根幹に関わる大事なことです。デジタル関連法案の中でデジタル庁を作り、そしてその中でマイナンバー制度というのはそれを支える、そうした制度にしようとしています。もし中国において4年前500万人分ものマイナンバーが漏洩していたんだとすれば、こんなひどい話、こんなずさんな構造に基づいたデジタル改革なんて私たちは絶対に許すことができません。今野党を結束してこの問題の追及を行い、ぜひ解明できないうちにデジタル関連法案の審議には入らない、そうした強い姿勢でもって臨んでいただきたい。そして国会に提出されていますがデジタル改革関連法案、ぜひとも今回廃案にする、そうした強い意志でもって私たちは最後まで戦っていきたいと思います。共に戦いましょう。宮崎さん、ありがとうございました。続きまして
ヒューマンライツナウ弁護士の伊藤和子さんです。よろしくお願いいたします。皆さん暑いって言われて、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ヒューマンライツナウ事務局長の伊藤です。私からはここに大きく書かれておりますが、女性差別発言を許さないという森発言についてお話をしたいと思います。2月3日の森発言も非常に驚きました、女性の、入っている会議が長いとかですね、うちの委員は忘れていますとかですね、もう明らかな女性蔑視ですよね。民主主義にも平等にも明らかに反する、こんなことをですね、この21世紀に公的な機関のトップの人が発言している、でこんなことがあっていいんだろうかというふうに本当に絶望的な気持ちになりました。翌日森さんは反省していますっていうふうに言っていましたけれども、全く反省していなかったですよね。でそしてにもかかわらず誰も辞任を止めようとしない、そうですね、辞任をさせないような形で組織委員会の人が移住したというふうに聞いています。でさらにショックだったのは、そういった発言を聞いていても笑っている人はいても、それをいさめるとか異議を申し立てる人はいなかったということですね。私は差別発言に対して笑ったりそれを同意したりするのは差別の共犯だと思います。そういう意味で森さんがダメだとしてもこの問題は解決していないというふうに私は思います。ですから今なんとか世論の、ですね、後押しでやめることにはなりましたけれども、体質が変わっていない、この差別構造の体質をきちんと検証して再発防止をする、そして大割どころか5割ですね、女性が入るような形で対等な意思決定をですねしていくということが絶対に必要だと思います。まだまだ気を抜かずにですね、この組織委員会オリンピックをやるかどうか分かりませんけれども、私たちはウォッチしていかなければいけないというふうに思います。ただもう一つ私にとって希望だなというふうに思いましたのは、もうこんなことをこれまでですね何回も繰り返されてきました。女性差別発言をしては撤回して、そして何のお咎めもない、そしてまたそういった発言が繰り返される、1週間ぐらいツイッターでみんな怒るんですけれども、何もないようになってしまう、そういうことがずっと繰り返されてきました。で今回もそうだったら私は日本は終了だっていうふうに思ったぐらいです。でところが若い人たちが署名を集めてくれて、若い女性たちがもうこれで終わりにしたいということで15万も署名を集めて、世論も高まって、そして森さんも辞めざるを得ないところまで追い詰めることができました。その後の経過についてはパーフェクトとは言いませんけれども、やっぱりこれは理不尽なことに対しては私たちが声を上げれば変えることができる、そして私たちの社会もですねアップデートされていくんだということを、示したという意味で貴重な体験だったというふうに思います。私はこのことはみんなで確信した方がいいなというふうに思っています。でこれが、これで終わりにしない、この経験に絶対に無駄にしてはいけないなというふうに思うんですね。でこの国会もですね、自民党をはじめですね、本当に男性社会 で自民党では幹部会議に女性は参加していいことになったんですけど、発言してはいけないっていうようなニュースが流れてきました。非常に問題だというふうに思うんですね。だけど与野党を問わずですね、やっぱり政治家の中の女性の地位は高くありません。で皆さん、ヨーロッパではクォーター制が実現して、首相が女性ということは当たり前なんですね。フィンランドでは30代のですね、女性が首相になって、格差の解消、労働時間のですね、短縮、そして地球環境問題、先進的に取り組んでいますし、ドイツや台湾、そしてニュージーランドでもですね、女性のしっかりしたリーダーがやっています。日本だけ女性の地位が低い、能力が低くてできないってことはありえないと私は思います。でも二度とですね、もう女性たち若い世代を絶望させないように今こそ私たちが取り組んでいく必要があると思います。で2030年までに女性は指導的立場で 30%、 これは2003年に政府が掲げた目標でしたが、去年までの間に実現されていません。で実現されていないから仕方がないのじゃなくて、やっぱり義務的なクォーター制をいろんなところで設けていく、それから包括的に女性差別を禁止する法律を求めていきたいなというふうに、私は思っています。ぜひ政治家の皆さんにもですね、与党を超えて本当に与党の責任を持ってこの問題反省しているのでそういうことを取り組んでほしいというふうに思います。でまた運動の中にも社会運動の中にも差別っていうのはもしかしたらあるのかもしれません。
で私たち、ですね、欧米社会も世界中どこの国もですね、やっぱり男尊女卑があって、それを乗り越えながら進んできて今があります。日本はジェンダーギャップ指数121位ですけれども、まあ、アジアの国も近隣諸国ももっともっと日本より発展している。日本はどんどん下がっているんですね。でも日本も私たちが決意をすれば、そして行動すれば、この男尊女卑社会を変えることができるというふうに信じています。社会運動の中でも、ジェンダー差別をなくしてジェンダー平等を実現して一緒に頑張っていきたい。そして若い人たちが、本当に、多様な声を出せるような社会運動をいろんなところで作っていきたいなというふうに思います。一緒に頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。続きまして、日本キリスト教協議会のキム・ソンジェさんです。よろしくお願いいたします。皆さん、私たち宗教者は沖縄本島南部の遺骨を辺野古の海に沈めてはなりませんと訴えます。私たち宗教者は昨年11月この問題にぶち当たり、12月10日宗教者共同声明を発表いたしました。そして賛同署名運動を開始いたしまして、現在7191筆のご署名をいただき、賛同団体83団体が加わってくださいました。沖縄戦の歴史は未だ終わっていません。その理由は、未だに数限りない戦没者の遺骨が沖縄南部の地に収集されずに残っているからです。国は2016年3月29日に戦没者遺骨収集推進法を制定しました。その法の第3条に、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、および確実に実施するとし、遺骨収集を国の責務と謳っています。さらにその法は2024年までをその計画を集中的に実施する期間と明記しています。しかし今、菅政権はこの法律の定めに逆行する政策を推し進めているのです。日本政府は安倍前政権時代、軟弱地盤の辺野古の海の埋め立て工事を推し進めるために、沖縄県に対して計画設計変更承認申請を沖縄防衛局の名で昨年4月21日にしました。その直前の4月7日に安倍政権は緊急事態宣言を発出しておきながら、そのどさくさに紛れて辺野古の埋め立て計画を推し進めようとしたのです。その設計変更計画書では、土砂採取の大半の調達先として糸満市、八重瀬町をはじめ、現在戦跡国定公園と指定されている沖縄本島南部の地域が、つまりまだ数多くの戦没者の未収集の遺骨の眠る場所が記されていたのです。採石業者が昨年9月より沖縄県への届け出なしにガンズリ、つまり土砂採取を開始しました。それは知事への届け出を義務付ける自然公園法違反であり、森林伐採の市への届け出を義務付ける森林法違反であり、
農地をダンプカーの進入路にすることを禁じる農地法違反であったため、沖縄県は昨年11月10日に業者に中止を指示したので、現在土砂採集工事は中断状態になっています。しかし私たち東京の宗教者と沖縄の宗教者の代表方、市民運動家方が具志堅さんと共に沖縄県庁を昨年12月、そして今年先日2月15日に訪ね交渉したところ、沖縄県は防衛省と沖縄防衛局の計画の圧力のもと、業者の届け出に問題がなければ受理しようとする方針を匂わせています。自然公園法第33条2項には、業者による土砂採取が特定公園の景観を壊すような事態になるなら、県知事は工事の中止命令を出せると規定しているのです。具志堅さんと宗教家、そして市民運動は今現地において玉城デニー知事が遺骨収集現場を訪問して、遺骨未収集の実態を確認し、工事の中止命令を出すように訴え続けているのです。そのことを命と体を張って訴えようとする具志堅さんは、東京をとする私でも宗教者に3月の初め1日から6日まで沖縄県庁前で断食を始めたいと決意を打ち明けてくれました。具志堅さんが訴える通り、沖縄本島南部の土地は日本兵とともに多くの沖縄島民の遺骨が眠るのみならず、その尊い血の染み込んだ場所として、遺骨収集後でさえ土砂採取を許してはならず、これからも悲惨な戦争を食いる心を持って思い起こし、二度と戦争をしてはならないと平和を祈念する聖地としての戦跡国定公園として守られていかなければなりません。このような沖縄と本土の私たちの思いと志を踏みにじり、制定した遺骨収集推進法を政府自らが破り、ひたすら辺野古新基地建設のために人間と死者の尊厳を冒涜するような国は一体どれほどの精神的な大敗をこの国に生まれ育つこれからの世代にもたらすことになるでしょうか。そのことを顧みない菅政権、防衛省の暴挙を私たちは決して許してはならないのです。ガマの中で腹ばいになりながら、幼い子供の指先の遺骨を一つでも拾い上げようとする具志堅高松さんの戦いに思いを馳せながら、この度の沖縄本島南部の遺骨問題を私たち人間の自分自身の生と死の尊厳を国家権力の暴力から守る戦いとして私たちは共に連帯し、この叫びを全国の津々浦々にまで広げていきましょう。私たち宗教者は市民と共に来る3月2日午後2時から3時にかけて、具志堅さんの沖縄県庁前での断食行動に連帯して、この場所議員会館前にて集会を持ちます。どうかぜひ皆様の多数のご参加をよろしくお願いいたします。またこの演壇の前で現在署名用紙を配布しております。ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。キムさん、ありがとうございました。最後に行動提起を専任委員会の竹内さんにお願いします。スイッチが
ご参加いただいた皆さん、寒い中大変お疲れ様でした。もう時間も過ぎておりますので、簡潔に私の方から報告したいと思います。本日の参加者です。300名の参加となりました。ありがとうございました。ではもう直ちに行動提起に入りたいと思います。行動提起です。憲法改正のイーメンズアクション、2月22日金曜日18時から有楽町糸島前、ウィーメンズアクションです。2月22日金曜日18時から、有楽町糸島前です。その次、31朝鮮独立運動102周年東京集会アクション、これはまず、YouTube のオンライン配信になりますが、2月27日18時半から、YouTube でオンライン配信。中身はですね、長年日韓の問題に取り組んでこられた小野村さん、そして高野萌さん、この2人から講演をいただく、そういう内容になります。2月27日土曜日18時半です。YouTube ですので、皆さんぜひホームページで案内しますので、ご視聴よろしくお願いしたいと思います。そしてこの31朝鮮独立運動の関連では、3月1日の月曜日18時半から31朝鮮独立運動102周年行動 3.1 新宿キャンドルアクション、これを新宿西口で行います。新宿の東口で、10年やっていたようですが、今回は新宿西口です。繰り返します。3月1日月曜日18時半からです。31独立運動102周年行動キャンドルアクションありますので、よろしくお願いします。そして3月18日の水曜日18時から新宿西口の総係行動凱旋がございますので、これについてもよろしくお願いします。3月18日水曜日18時です。よろしくお願いします。そして、一月後の3月19日の金曜日、18時から同じ場所で第64回の総係行動がございます。来月3月19日のまでの間、国会では本予算の審議が本格化します。私たちはこの予算がですね、コロナ禍の中で本当に私たち市民のために使われているのかどうか厳しくチェックしていこうではありませんか。そして来月3月になれば多少暖かくなっていると思います。コロナも収まってきていてほしいと思います。皆さん、このようなパンデミックの中ですから、体をですね、くれぐれも大切にしてください。そして来月19日にはまた元気でこの場所でお会いしましょう。以上、行動提起でした。竹内さん、ありがとうございました。それでは第63回の総係行動、これで終了いたします。寒い中、長時間本当にお疲れ様でした。